あれさんいないよね。うん。いや今日実はドッキリしようと思っちゃうね。え、何？だけ俺とアリシャンが最後誓いのキスをみたいな時に銀太が止めに来るみたいな。うん。っていう設定やけど、もう止めずそのまんまキスするっていうドッキリ。え？俺と？そう。どう？どう？いや私は賛成。賛成？結婚してもいいと思ってる。そうだってアリシャが俺のこと嫌いやったらね、こんな企画したら怒られるけどね、うん、アリシャ多分俺のこと好きやもんね、うん、ね大丈夫だってあれ多分意外といけるタイプだって、ジョジョにとかしたもんね、言ってね、うん、昨日とか一昨日めっちゃノリノリやったよね、うん、なんちゃ好きじゃん、できない俺俺くらいみんな聞いた、ドッキリって。それでちょっとみんな頑張って、じゃあなんでえマリッチブルーなんすか。はい、だってさ、社長と結婚してもさ、うん、一緒にいないわけいないじゃん、あんまり。おお、いいね、似合ってるよ。ありがとうございます。あの人の嫁のおっぱいはなかなか見れないから、今のうち嫁になる前に見とかない。いや、いっぱいいる時嫁になる前に。いいね頭もジャゾスーツみたいな、かわいい。おそろじゃん、こんなことある、はい、本日は DJ 社長結婚披露宴にお越しいただきました。始まったぜ。緊張してきた。緊張してきたの、バージンロード初めて。バージンロードは今来た。あ、俺の番だ。入場していただきましょう。新郎の結婚おめでとうございます。末永くお幸せに暮らしてください。キース、キース、キース。僕はね、今、ランニング中なんでね、式場には行けませんが、二人とも末永くをし、やば警察や。本当におめでとうございます。いやしかし、DJ 社長、私と付き合ってると思ったんだけどな。同い年の二人が結婚ということで、また置いてかれたなって気がします。今回の結婚披露宴でね、いっぱい金入るだろうけど、それちゃんと借金返済に当ててください。DJ 社長、アリシャン、結婚おめでとう。DJ 社長、アリシャン。結婚おめでとうございます。おめでとうって2人からの結婚報告ライン見ましたけど、あれ本当ですか。というわけでですね、 DJ 社長さんがアリシャンさん結婚にプラスになるような心理学の一つで2つご紹介したいと思います。アリシャン結婚おめでとう。アリシャン結婚おめでとうございます。え、結婚すんの？幸せになってください。いい家庭を築いてください。本当に結婚するの？おっす、サイリキです。私のハンソンのタチウムサイズや、ダルのカマラです。幸せな結婚をしていくんだったら、あんたたちでもいいよ。